エリック・ジェームズ・フェットは、アメリカ合衆国、ネバダ州ラスベガス出身のプロ野球選手。ウとうみぎち。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。10から16歳までの間、プロ入り子も共にプレーするブライス・ハーパーと同じ、学校に通っていた。2011年の MLB ドラフト24巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名されたが、契約せずに、 ネバダ大学ラスベガス校へ進学した。2014年の MLB ドラフト一巡目でワシントンナショナルズから指名され、プロ入り。ただし、ドラフト直前の5月にトミー・ジョン手術を受けた影響で、この年は登板がなかった。2015年、参加の A-9 オーバーアンダブルデイズでプロデビュー。A 級、ヘーガーズ・タウン・サンズでもプレイし、 二球団合計で14試合に先発登板して5勝3敗、防御率3.3859奪三振の成績を残した。2016年は AA 級ポトマックナショナルズと AA 級ハリスバーグ、セネターズでプレーし、二球団合計で23試合に登板して8勝5敗、防御率3.12123奪三振の成績を残した。2017年は開幕を AQ ハリスバーグで迎え、トリプル AQ シラキュースチーフスを経て7月30日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のコロラドロッキーズとのダブルヘッダー第一戦で先発してメジャーデビューしたが4回7失点で敗戦投手となった。8月7日にジオホンザレスが3級から復帰後にオプションでトリプル AQ シラキュースに降格した。 2018年は前年の防御率9.39から改善し50.1回で46奪三振を記録し防御率5.54だった2019年も改善傾向は続きキャリアハイとなる78回を投げ41奪三振防御率4.50だった2020年は2勝4敗で防御率4.29だったまた ジャンカルロスタントンに2020年シーズンの投手で最速となる打球速度121.3マイルの打球を健常した4球種を操る本格ハミギウでありがとうございます。